だよ、ハリウッドの。ダイナチャンネル。ちょっとさ、髪型がさ、この首相とヘアのさ、ちょっと強めに見えるね。あー、それの黒。やっぱちょっと日向だと、若干涼しく感じるね。日陰だと？うん、まあ日陰だと。なんかこの前の動画でさ、カイちゃんにさ、この方誰か分かりますかって言って、私のラブです、推しですって言ったじゃない。あれが小ボケなんだって。あ、なるほどね。小ボケって何？ちょいボケってこと。ちょいボケってこと。ちょいボケっていうのは、ちょいボケっていうのは頭がいいってこと。わかんない、知らないよ、俺に聞かないでよ。そ俺が言ったんじゃない、うん、そういうとこじゃない。なんかお笑いのさ、ボケの方がさ聡明だって言うじゃない。聡明で言いたい。聡明って言われた方がいいかな。ちょっとあの奥さんボケてんだよねみたいなふうに言われるより。ですね、やはり。ありがとうございます。最近ケチキル系が流行ってますね。じゃあ、はい、じゃあ簡単。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、加熱した。あら、低い鼻でも。九十九里オーシャン。あ、意外と軽いな。あ、本当。うん、意外と軽い。飲んでみる。意外とグビグビいけそうです。こちら行ってください。グビグビ。あ、本当。オリーブオイルと失礼いたします。はい、こちらよろしかったです。すみません。はい、まあ、失礼します。はい、いただきます。あ、全部。あ、美味しい。うん、美味しい。全部普通やった。うん、うん、なんかさ、この洋食はさ、熱々はないよね。うん、ない。ふうふうしない。うん。なんか日本はふうふう前提。うん。なんだろうね。熱々の方がなんかこうおもてなし感がある雰囲気ない。うん、そう。ね。うん。どうする？何時間ぐらいいるかにもよるけど、ヘベレケになるかね。最後ボトルでもらう。で、一緒に飲む。本当？うん、いいの？飲んでくれる？うん、やったー、ありがとうございます。最初から言ってくれれば全然、そのつもりでいたのに俺は。そっか、うん、ただこの間飲みきれなかったのを見て大丈夫かなと思っただけ。あ、なんか本日は飲みきれそうな予感しかいたしません。じゃあ、行っちゃって。ありがとうございます。では、お子さんにじゃあ質問があります。ちょっと撮ってた。撮ってます。もう YouTube に出られて半年以上経ちますよね。最近いかがですか？いかが、はい、YouTube に出演なさっていて、どのように感じておりますか？はい、あとはその YouTube に対する向き合い方がどう変わったのかを。あ、はい、はい、お願いします。特に変わってないんですよ。あ、そう。そんなに変わってない。え、じゃあもうまあ出たくないよって感じ？
いや、もうさ、そういう意味で言うと最近は慣れてきました。慣れてきました。まあ、会社でも言われなくなったし。あ、そう。やはり泡が全く違います。よし。はーい。はーい。あ、お子さん、実はね、この前の空港の電話が取れてなかったっていう、あの旅行の2人と喋っていた部分が取れておりました。取れてましたか。はい、よかった。あ、出してほしいの。何のやつ。あの、あなたが流暢に英語で話し出すやつ。いや、いらないよ。あれはいらない。それがちゃんと取れておりましたよ。お喜びになってください。俺も適当な英語が。テロップがさ、ちょっとあなたの助け必要になっちゃうね。なんて言ってるのか。それはなんか勝手に私がさ、わかる範囲でさ、日本語訳にして聞けばいいか。なんか俺もあれの後振り返って、こうやって言えばよかったなとかって考えてるんじゃない。あ、そう、あんな瞬間でも後でね。ちなみに夫さんは、夫さんいろいろ考えですよ、そういうの。はい、今の話とかは全く関係なく、口の中に物を入れたまま喋らない方がいいと思いますよ。はい、あのね、口の中に入れてる、もう噛み噛んでる途中のものが見え隠れしてなんかね、それはね、ちょっとマナー的にいかがなものかと。はい、失礼しました。はい、あ、質問があります。あの、第1回目のこと覚えてる？覚えてない。どこ？あの時、初めての誕生日の時に、あなたは、私の、あの、私へのプレゼントを、次から次へと出してきたの。そうだっけ？え、覚えてない？靴とか、手袋とか、なんかね、細かいものが、次から次へと出て、で、私すごい印象的だったのが、キャンドルをね、いっぱい買ってきてくれたのに、この日を一緒に過ごせなかった懺悔の気持ちが現れてる。ダイナチャンネル。どうぞ、大丈夫。ナイフフォークでお召し上がりください。美味しそう。普段だったら俺がそっちでダイナこっちだ。いや、変える。変えた、いいよ。ちょっと変えたくなっちゃった。だからやったね。いや、こんなに美味しそうだと思いませんでした。想像してた。あー、美味しそう。わーい。キャンキャンっていう音はさ、あの鳴き声はさ、アンパンマンに出てくる、あの、なんだっけ、チーズみたいな本当の鳴き声だね。今、高谷もあのワンコ幼稚園に連れて行こうとしてるんだけど、大きくなってからだと、もう蹴れさしくないんだって。なくはないけど、しつけたくても、もう引き取ってくれないみたいな。難しいんだよ、多分。大きくなっちゃうと。だってさ、人間でもよく言うじゃん、夫婦でもさ、夫のしつけは最初のうちにしとけって。そうなの。そうだよ。もう散々だからしつけたじゃない。なんかあります？その私にご要望ありますか？あ、今のままでいいと。満足している。ありがたいですね。あんまぐだぐだ言わないじゃん。ここがはい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。その場合のグッドボタン、コメントなど書いていただけると励みになります。チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ツイッターやインスタもしているので、フォローしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。もう使えない、これ、旦那さん。はい。え？
っ払いすぎて使えないんじゃないですか、これ。あ、もう酔ってる？私全然酔ってないよ。あ、本当？うん。昨日いっぱい寝ましたので、ね、はい。俺昨日あんまり寝てないの。あ、緊張して？え？明日はダイナさんの誕生日だ。緊張。鼻の尻尾みたいな。あ、そうそうそう。食べる尻尾。カリカリして美味しそう。こっちが脂身なのね。で、こっちが脂身のうまい方。うん。うん。美味しい。うん。豚肉自体が美味しい。美味しい。